東京建物株式会社は東京都中央区に本社を置く不動産会社安田財閥の創始者安田善次郎が1896年に設立した日本で最も古い歴史を持つ総合不動産会社である日経平均株価の構成銘柄の一つ設立当初より日本で最初の住宅ローンを開始したり1998年には 国内で初の SPC 法に基づく不動産証券化第1号登録を取得するなど不動産業界の中では先駆的な役割を果たしてきた会社である不動産の鑑定に関しての歴史も大変古く明治30年代以降から業務を行っており昭和40年10月1日に設立された社団法人日本不動産鑑定協会の 発起人として参画するなど、不動産鑑定業界においても草分け的な存在である。2003年に分譲マンションのブランド名を、それまでの価格帯、使用別で5つに分かれていた、ベールシリーズから、ブリリア、超布国領の分譲より、ブリリアの1ブランドに統一した。ブランド戦略の一環として、竹中直人を起用した、テレビ CM などを行っており、 2009年のマンション供給個数ランキングでは全国12位、首都圏9位、近畿圏19位の実績がある。高級賃貸マンションではブリリアイストシリーズを展開しており、2005年に竣工したアパートメンツシノノメキャナルコートはシノノメキャナルコート中央ゾーンとして都市再生機構とともに2005年度グッドデザイン賞の金賞を受賞している。 SPC を活用した再開発を得意としており、オリナスやビオロ、大手町タワーなどのプロジェクトがあるが、京急川崎駅前の商業施設、川崎ダイスについては、法定再開発事業に SPC が単独で三角見合い員となって、事業を三角した国内初のプロジェクトである。ありがとうございます。